ここだけの話、今日のゲストは土佐琵琶の創始者黒田月水さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう素敵なお着物で今日も恐れ入ります。ありがとうございます、ね、今気づいたんですけど、はい、土佐琵琶創始者だけあって帯も琵琶の柄なんですよね。そうなんです。琵琶のこれ正倉院の琵琶のあれですけどね、うん、はい、はい、お着物はどのぐらい持ってらっしゃるんですか。そうですね、数えたことないんですけど、うん、多分5、60着はあるかなと。なんかいただき物が多くってありがたいんですけどね、着れないのはもううちの弟子とかに着させたりしています。で、黒田さんは、月水さんは土佐清水市の出身でいらっしゃって、はい、今東京で活動されていますけれども、はい、この道、はい、35年。はい、もう35年になりました、はい、で先日高知市のお寺で演奏会が開かれましたよね。早速、ね、この琵琶の音を、ね、皆さんに聞いていただこうと思います、はい、その VTR をご覧ください。はい、こちら高知市増の正明寺というお寺でしたね、はいはい、神社仏閣でやられることが多いですか。やっぱり多いですね、神社仏閣。船屋とぐるりと取り巻きて、はい、もう大勢の方が集まってらっしゃって、はい、本当に思わず、ね、50人近くの方が来てくださって、はい、龍馬を題材にした曲もね、はい、披露されましたよね。これは、はい、坂本龍馬の寺田屋騒動を元にした、うん、はい、薩長連合なし遂げし坂本龍馬の命を狙う刺客ども闇に飛び散る龍馬の血潮。ご両親も、はい、もう土佐清水から、はい、ちょっと母が、で兄も姉もちょっと皆さん、うん、みんな家族来てくれて、遠くから奈良からとか広島からも来てくれました。そうなんですか、はい、月水さんファン。いや、もうありがたいですね、そう言っていただくと、はい、もうね、この本堂ってまた雰囲気が良くて、うん、はい、ああいう場所でも土佐琵琶はぴったりなんですけど、はい、やっぱり気持ちもこう乗ってきて入られますか。そうですね、それとあの本堂っていうのは響きがすごくいいんですよ、うん、はい、特にあの正明寺さんは天井高くて、なんか誰かねマイク入れてますかって言われるぐらい、最初そう思いました私も、はい、あの全くノーマイクでやったんですけど、うん、ね、うん、声もすごくこう響いて皆さん琵琶の世界に入り込んでいらっしゃいましたよね。ありがたいですね、はい、よかったです、うん、雰囲気も。スタジオでもちょっと生の音を聞かせていただけないでしょうか。はい、わかりました。この距離で、あ、はい、はい、楽しみです。鐘の声、諸行無常の響きあり、ことのはぞ時は元暦2年弥生の24日、宇野国に
源氏の船は3000よそう。ちょっと途中までですけど、ね、はい、本当はこれ何分ぐらいあるんでしたっけ。そうですね、15分ぐらい、ね、はい、あります。そのこの琵琶の楽器の特徴なんですけど、はい、まず弦は4本ありますよね。これ、はい、弦の太さがそれぞれ違うんですか。そうです、1からこっちが1なんですけど、うん、大きさがどんどんどん小さくなっていく、はい、4番目が一番細くて、はい、これがリドーになるんですね。で、琵琶ってこういう風にフレットがすごくここね高いんですよ、うん、ここが、はい、ここが高くて、はい、この弦、フレットとフレットの間を押さえて音を出す、間を押さえて出す、はい、はい、この例えば、はい、ここだけで音が出るんですが、はい、他もで音程を変えてるのは、うん、その押さえるところの場所を押し方で、押し方で深く押すと音が高くなる、高くなる、はい、軽く触るとここが、まあ、1押し、2押し、3押しっていう風に、うんうんうん、押し方で音程が変わり、うん、いろいろとできる面白い楽器ですね。そうですよね、はい、でこの、 その演奏プラス語りっていうか歌、はい、語りも入ったりして、はい、それがもう演目20分とか、ね、はい、長いものでは、そうですね、20分からもう長いのだと40分ぐらい、うん、その物語は、はい、古典としてその決まったものがあるのか、オリジナルっていうのもあるんですか。もちろん古典はしっかりとこう基礎を携えてやらなければいけない古典がしっかりあって、うん、でもその古典がしっかりできてれば、まるで琵琶の世界ジャズなんですよ。ジャズ、一応の決まりがあるんです、はい、この節が出たらこの音しか出せないよとか、この節が出た次の節はこれだよっていう、 こう原則があるんですね、うんうん、だけどその原則さえ守れば、どんな風にもアレンジができる。基礎だけをしっかり身につければいろんな形のものができるので、そういう面ではジャズみたいですねとおっしゃる方もいるし、時にはロックですねって言われる時もあるんですよ。激しい時には私もそういう感覚もあったりして、そうなんですよね、でも繊細な音も出るし、はい、でなんか多分皆さんそれぞれ、その例えば龍馬だったりすると、はい、映像がね頭の中にこう映画のように浮かんできました、はい、うん、だから想像力をこうかきたてられるなって思いました。それは一番嬉しいですね、うん、言葉で聞いていただいた方に頭に浮かん映像を浮かべていただいて、うん、で例えば法一やったらみんなそれぞれの法一の顔があり、で阿弥陀寺の風景があり、はい、風の風景があり、亡霊の風景があるんですね、うんうん、それをやるためにはこちらが的確に言葉を相手に伝えなきゃいけない、だけどその中に何を詰めるかっていうことがすごく大事になってきて、まずでもそれはできるんですね、技術はまだなくても、うん、でそれはすごく自分の中で言葉を的確に相手に何を伝えるか、どういう感情で伝えるのかっていうことは一番自分の中で大事にしているところで、そうやっていただくのが一番嬉しいです。はい、土佐琵琶の創始者として国内外で活躍している黒田下水さん、これまでの人生は、
琵琶と出会われたのも、はい、すごく運命に引き寄せられたかのようにっていうことだったんですけど、全く違うお仕事してらっしゃったんでしょうか。はい、大阪で普通の OL をやってたんですけど、ある時、ちょっと君は琵琶をやりなさいと、今は亡き彫刻家の流れ正幸さんっていう彫刻家の先生がいらっしゃって、でいきなりですね、君は何をやってるんだって、いや何って OL やってますけどって言って、でもやりたいことが、ね、探してるけどなかなか見つからなくって、会社を辞められずにいるんですっていう話をしたら、君は美容やんなさいって言われて、で美容っていう何が見えたんでしょうね、何が分かんないですね、後から雰囲気でしょうか何だったんでしょうね、分からないんですけど、でその時に美容という言葉の音、琵琶っていう言葉の音と、それで漢字を思い出した時に、なんか知らないけどすごい胸がワクワクしてドキドキして、なんかポワーってワクワクってしたんですよね、で何分後かに私がやりますって言ったのそしたら周りの人がえーって周りの方がびっくりされて、それでその当時大阪でずっと、ね、お勤めしてたので、師匠が横浜にいるということで、横浜に連れて行ってもらえると、行きますって喜んでついていたんですけど、でついていかれたところが中谷浄水先生という本当に琵琶の大家の方 で後々、その時は全然わからなかったんですけど、後々女優のキキキリンさんのお父様だったんですね。それでその浄水先生のところに連れていかれた時に、流れ先生と二人で行きました、で中谷先生、この子を琵琶のプロの奏者にしてくれって言うんですね。で中谷先生は、あら黒田さんは音楽学校出られたんですかって、いえって出てません、じゃあ楽器は何かやりましたか、いや何もやってないです、そうですか、じゃあ琵琶っていうのは知ってるんですか、いや何も知らないんですって言って、それでプロにって言われたんですよねそしたらその流れ先生が、いや彼女は国体の剣道の選手だから、剣道をやってらっしゃった、そうなんです、高知国体が、ね、あった時があって、そこで出させていただいて、ベスト16という成績で終わりましたけど、国体の選手だから剣道をやれる人間は琵琶弾けるんだっていう、私聞いててあそうなのと思ってびっくりしたぐらいで、これまで一番その演奏で思い出に残ってるところとかあります、何か。そうですね、いっぱいいろんなところの演奏もありますけどね、東大寺のイラン・イラク戦争 の戦没者追悼っていう題名 でやってくれということでさせていただいたんですね、東大寺からの、東大寺からのご依頼というのは嬉しいですよね、その時にお客様が大仏様なんですよ、いわゆる、大仏さん目の前 で、はい、で左右に10人ぐらいの全国からいらした高僧ですよね、もう本当に高いくらいをお持ちの僧侶の方が10人ずつ並んで、私真ん中に座らされて、そのうち10人の高僧の方々は読経が始まるんです。もうその読経がすっごく素晴らしくて、お経ってこんな効果があるんだと思ったんですけどね、脳みそをなんかミストのシャワーで洗ってもらってるぐらいの気持ちよさがあって、演奏中自分のなんかもう一人の自分がもうなんかまるで胎児になったように、ふわふわというか安定というか、そういうところにね、ずっとふわふわいるような感覚なんですね。あれはやっぱり東大寺というのはすごいんだなと思いました。その琵琶を通して、黒田さんが一番伝えたいことっていうのはどういうことですか？そうですね、たくさん、伝えたいことなんでそんなおこがましいものはないんですけど、お金がなかったり人のことで苦しんだり、いろんな経済的にも大変だったり、いろんなことがうまくいかなかったりすることって人生いつでもあるんですよね、だからそんな時にじゃあ何をすればいいかって言って、やっぱりね、
自分らしくいることなんですよ。自分でいていいんですよね。評価というのは周りにからの評価が評価と思ってるけど、ちゃんと自分で自分を評価してあげる、そのままでいいんだということを、あのみんなに知っていただきたいな、そんなものが伝わる曲とかやりたいなと思って。あ、そうですよね、はい、やってますね。それではここで月水さんが大切にしている言葉を教えてください。はい、じゃん、こちらでございます、はい、生きてるだけで100点満点。そうです、うん、確かに、はい、もう本当生きてるだけで素晴らしいんですよ、はい、素晴らしいものをみんな持ってるのに、足りない足りないって言って求める、そして足りないことに人と比べて苦しむ、なんかね、そういうのがずっと続いて、なんかよく聞かれる話なんですけど、ぜひなんか、うん、皆さんが持っているものの素晴らしさをもう一回見てください。本当に2本の足で歩ける、自分の手でご飯が食べられる、耳が聞こえる、目が見える、もう言葉が喋れる、それだけでも十分なんですよね。時々歩けなくなっても手は動く、手が動かなくなっても目は見えるとか、もうそれだけでもね、素晴らしいことなんですよ。生きてるだけで100点満点、これはね、あのすごく勇気をもらう言葉、はい、まあ、これから35年、はい、40年50年ときっとビアをやられていくんだと思いますけど、はいはいはい、これからはそのどんな演奏、どんな言葉というかメッセージを届けていきたいですか？あの私ね、35周年過ぎると何をやりたいかっていうのは、あの琵琶人口ってすごく少ないんですね。あのプロでやってる人も、はい、もう10人そこそこなんです、私は入れて。やっぱり琵琶、ね、広げるのもこれからの私の役割かなと思ってまして、うん、いろんな面白いことを琵琶でやっていきたいと思います。いろんな面白いこと、はい、ちょっと気になりますが、はい、あの私あのトリセツっていうね、ちょっと人にはあんまり表には出してない、はい、トリセツ琵琶っていうのがあって、はい、あの何でもそこにある、成分表とか、はい、取扱説明書とか、うん、そういうのを琵琶歌にするんです、ね、それを琵琶に、そうなんです、そんな身近なものが琵琶になってしまう全部琵琶になります。あの前に何か取説の書いてるようなもの誰か持ってませんかって言ったら、ロキソニンの後ろの袋が、あの貼るやつね、貼るやつのロキソニンの袋があって、でこの上のジャーク、使用後はジャークって言って、琵琶でお風呂に入る前には必ず剥がすのじゃとか、ね、言いながら琵琶をやるんですよそういうの作って、壇ノ浦を聞いた後にそれ聞くとちょっとなんですけど、でも入りは入る全部これ琵琶で、面白いということで琵琶の興味を持ってくれたらそれでね、はい、なんかそういうもので琵琶というものをいっぱい知ってもらったりとか、うん、はい、するのが、まあ、ちょっとこれから、まあ、ここの年まで来ると、まあ、いいかやっちゃえみたいなのがあって、うん、師匠とかね、大事な先生たちが生きてたらあれだけど、すいませんって言いながら、あ、じゃあいろんなトライを今からしていくんですね、はい、ぜひ35周年の記念公演が成功いたしますようにお祈りしております、はいはい、ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました、はい、